ダンダリン労働基準監督官、って感情を押し込めるようにうなるダンダリン。はい、真面目なんでしょうね、気持ちもわからんでもないんですけれども、細かいことっていうとまだ語弊があるかもしれないですが、ウェイトレスをね、募集っていうのもそうなんですけれども、本編でも述べてたようにね、結局面接受けて雇い手がもう女しかいらんと思ってるんであれば、男わざわざそこまで行くだけの手間は逆にもったいないというか無駄じゃないですか、その辺も考えるともうそれでええんちゃうのと思ったりすることもあるし、まあその工事現場みたいなところはね、命に関わりがあるんで、まあちゃんとしてた方がええかなとは思いますけれどもまあそれでも工事現場の人が一番ここは大丈夫やって分かってる部分なのかもしれないですし、とにかく竹内優子がかなり良かった。良かったですね、でまあね、ストロベリーナイトでね、いわゆる新境地を開拓ってということで、あれは本当に男社会の警察の中でね、女性一人頑張っていくっていうね、まあそういう男勝りな部分っていうのをしっかりと演じたんだけど、今回はまたちょっと違って、そうですね、まあ頑固一徹っていうだけではなくね、ああいう涙を見せるっていうような、いわゆる女性らしさっていうところもあって、そういう意味ではまた違ったキャラクターを竹内優子を手に入れたというか、でそれからショートカットっていうのもかなり新鮮、似合ってましたね、でまあ本人はね、10年伸ばしてきたものが20分で切り終わってしまったので、私の10年こんなものかと思いましたが、なんていう感想も述べてたんだけど、いやいやね、竹内優子女優としてこの10年まさにいろんな役どころをこなしてきてね、こんなものかでは済まない、そんな成長ぶりは誰もが認めるところなんだけど、それとアルバイトのチラシでスタッフ募集というところにはこういうことを書いてはいけないよねという目線で見るようになりました。それから命を削って働きますというのはかっこいいのかもしれないけど、嫌なことを口に出してみる機会は誰にでもあるんですよ、ということを見る人にまず伝えたい。ちょっと豆知識が増えたわねという感覚で見ていただければ。確かにね、やっぱりそうなんですけれども、土手山課長も言ってたようにね、ある程度の残業とかね、みんながしてるんであれば自分もせえへんかったらっていう、首切られたら仕事ないわけですし、っていうのがあるんですけれども ね、今回のねドラマの中で、あれはちょっと行き過ぎやと思うんですよね、まさにね、現実でもいろんな不条理なことが平然と行われている、でしかもそれが経営者、つまり労働者を雇ってやってるっていうね、そういう上下関係をあからさまにしながら、だから首をちらつかせて服従させる、労働基準法にもあるように、いわゆる雇用関係っていうのは対等でなければいけないというところからスタートする、そういうことから考えると、まあ労働者が泣き寝入りしないようにっていうことでね、まあ法律っていうのをうまく使っていくべきではあるんだろうけど、ただそうなってくるとやっぱり一般労働者、一度は労働基準法を読んでみなければいけない。読んだことないですからね、まあそういう意味ではこのダンダリン公式サイトの方に今週の用語解説なんていうのもあってね、さっき言ってたウェイトレスさん大募集、若くて可愛い元気な女の子募集中ですっていうような張り紙、募集対象を明らかに女性と限定するような書き方は法律違反と、そういうことに関して記されているのが男女雇用機会均等法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、事業主は労働者の募集採用等において性別に関わりなく均等な機会を与えなければならない、男性または女性を表す語を含む職種の名称を用いることは法違反である。なるほどね。で、それにしても行政指導や是正勧告に従わない場合はなんと逮捕権があるっていうのはちょっとびっくり。びっくりしましたね。で、労働基準監督官に関してウィキペディアによると、主に労働基準関係法令に係る行政事務を行っているが、労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員、司法警察員として犯罪捜査と被疑者の逮捕を行う権限がある。手錠、補助、腰縄は携帯することができるが、小型武器、例えば拳銃などの消火器類の携帯や使用は認められておらず、逮捕術の訓練も行われていない。また使用する車両も緊急自動車の指定も受けていない。これは職務の性質上、これらの権限を行使する必要性がほとんどないからであると考えられる。これってかなりこう勉強になる部分もあって、ただ逮捕の時にね、報復前進ね、あの方が目立つやろって突っ込んでええのかどうなのかっていうのがね、ちょっと気になったんですけれどもね。まあやっぱりね、堅苦しく見てるだけじゃなく、ふふんと笑いながらも勉強できるというかね。で、まあ1話完結と言いながら、しっかりと縦糸っていうことも考えられている。
最後にお前殺されるぞ、ダンダリンに届いたメール、うん、ちょっとドキッとしましたね、うん、で冒頭シーンがいきなり意味深、はい、老騎所の仲間たちが喪服でダンダリンの部屋を片付けていたっていう感じ、うん、であのシーンっていうのは3ヶ月後っていうことだから、はい、つまりは最終回で命を落とすことになるのか、うん、まさか本当に殺されてしまうのか、うん、なんか気になるんですけども、ただすごい長い3ヶ月かけてのネタ振りですからね。あ、で気になる視聴率は 11.3%、うん、微妙ですね、うん、次リーガルハイが始まった時にね、うん、どうなるかっていうのが勝負ですね、うんうん、ということで何はともあれダンダリン労働基準監督官、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。